2日目ユニの空港です。これからラパスに向かいます。朝7時半です。ちょっと寒い。ユニから7時15分の飛行機に乗ってラパスに行ってきました。Of course, my grandma, she used to be Chola. But me, I dance like a Chola. I can't do it.盆地帯になってるってことは言ってるんですけども、まあ、すごく古い町だってことを言ってますね。4番目に高い山は6000メートル以上と一番高い山がリマンというのが6300メートルのがこちらにあるそうです。ローカルフィリピンはここに住んでるって言うんですけども、午後になんか歩く時間があったら歩きたいって言ってます。That's why it's so colorful. A lot of cholita, a lot of markets. あのさっきのカラフルな服を着てるそういう話ですね。ちゃんと小泉さんがボリビアの美人と一緒に写真を撮ってます。撮ってるのは美人だそうですよ。So we knew the queen that we took to Panama.300種類の植物があって、それがあのインカとかそういう人が持ってた、今ペルーから来た話をしてるんだけど、マラリアの薬がだってこれ。これを貼ってる、綺麗なものいいじゃないですか、ここで吹くから余計いい音みたい。ハカランダ、ハカランダ、いや、スピリットオブザカントリー。 That's why from Asian times we love to make music。吉田さん吹けますか。これは文章わかんないけど、でも音は出ると思う。音はね、レッツァ。なんか可愛い紫の花があったので通っております。The ornament as the present. 難しい。発音がめちゃくちゃ。カテドラルに入ります。その隣は大統領官邸で、こっちは国会議事堂で、大統領官邸の兵隊さんです。PM もお腹にいます。ラパスの土産屋さん通りを歩いて、みんなでこれからご飯を食べに行くところです。サンフランシスコチャーチに向かって歩いております。ラパスの街です。はい、サンチアゴの街の中にある四つ星半ホテルです。さすがに格調高いです。もあるのね、このコツが靴に上げるといいとか、もうその言葉も全部入ってますから。動画は後からの修正聞かないので、ちゃんと下にあのね、スーパーで名前も入れてるんですか。気分の悪かった2人も元気になりました。良かったです、良かったです。4日目、1日目のセイラモン、ずっと飛行機で、そう、キリスト教の神様はいっぱいあります。カメレ、チリ、いっぱいいっぱい。サンディアゴです。でも例えばファミリーネームね、山の方にまた今日も飛行機に乗っていきますよ。スペインね、スペイン。昨日着いたのは真っ黒だったのに今日もまだ。で
でもチリ、一般的にあのフランベで、あの例えばお父さんの名前と お母さんの名前を使います。両方使います。例えば私の名前ね、私の名前はホセ・ラモン・カブレラ・マルティネス。一番最初のね、あのパパね、一番最後はママ、はいね、でも両方使います。この中は美味しいね、美味しいレストランもいろいろあります。はい、世界中でとても人気があるね、このマーケットで。今はもちろん早いから空いてないけど、日本で言えばでも大体まあ準備ね、準備してます。天井はね、例えばこの古い建物の天井はイギリスのグラスゴーで作られたの、はい、そしてイギリスからチリに持ってきた、うん、ルカドセントラルデサンティアゴですね。これはモネダ宮殿でございます。そしてモネダ宮殿の前に見える広場ね、憲法広場ですね。憲法広場、こっちはだいたい東京のガスメガ席場所で、はい、例えばあの例えばあの憲法広場の周りに見える建物はガバメントオフィスね、例えば農業ね、農業所、はい、例えば裁判所ね、それは入り口ね、あの左側にね見えるあの大統領官邸。そう、モネダは意味わかりますか？わかんない。もちろん昔ね、昔は造幣局、造幣局だった。あの町を東から西の方横断し、はい、横断近いね。アラメダ。こういう言葉が、バスの中からも何の気持ちでいいかチェックしてもらう。サンティアゴからテネフォ空港に着きました。日差しは結構強いので暖かくなりましたが、風は冷たいです。入れて撮ってます。ホリデーインは広いです。普通のホリデーインよりも豪華です。ベッドがね、ベッドも素敵、部屋も広いです。ドングロイナショナルパークに向かって約ホテルから2時間の道のりをバスで向かっております。正面に花壇が連なっております。チリはとても大きな地震が多いんですけど、それがこんな火山がいっぱいあるからです。そしてモンキーパズルです。ヤイマンボルケーノって言ってました。ヤイマンボルケーノ、3125メートルです。 It is also the earth of a biosphere reserve that have beenmentioned by the UNESCO, huh? It was declared in 2010 by UNESCO like the reserve of Araucaria, huh? It, this is like the nucleus, the center of this. And in this part, we are already in the mountain. The vegetation is very different that we have here than from the valley. We cross a few cities on the way, after Lautaro, Lacaudin, and then we come up.Here we have a vegetation a little more restricted, less variety, because here we have during approximately 4 months of the year snow, always covered with snow, a lot of snow. 1メートル成長するのに1000年かかる？そうですか。おお、でかい。頭で。覚えてもいられないけど。これから一番大きなモンキーパズルの木に会いに行きます。何もしないで歩くと45分かかるトレイルです。竹も野生の竹もいっぱい生えてます。 If you take one、yeah? I don't say nothingOkay. 本当はいけないんだ。国立公園だ。ちょっと探して。Okay, we take a minute. I will explain you. モンキーパズルの取られたらどうしようと。種です。
Pignon. Pignon. This is pignon. But one ball we have 200 seeds. And in one tree you have 20, 50 balls. So 1,000, 5,000 seeds. Kana is a very old tree in the history. More than 200 million years. 200 million. すごい。古い。Yes. すごく古い木で。Old tree. Old. If you think like you were a dinosaur, 恐竜の時に。This was a forest. Very primitive tree. 一種恐竜。初歩的な木なんだ。Before the, you know, South America, we have tectonic movement, no? And it grows, the mountains begin to grow after dinosaur. 樹皮がすごく熱いのは、そう、ノンベイの南極部の樹齢700年ぐらいだそうです。And you see, you have lots of dry branches. After, with the snow, those bamboo are dry. You see, those bamboo can live approximately 30 years. 20-30 years. They have the seed once in their life. When conditions are okay, they produce the seed. The seeds fall and they dry and they die. 30 years, they put all the seeds in.竹とアローカリアとモンキーパズルです。ノンベイ。What to say? Very before, this region was the territory of Mapuche Indian. And Mapuche Indian were never dominated for the Spanish. And just finally with the Chilean, just at the end of the 19th century. So when the wood industry arrived,they did not have access to this because also it's complicated to come here. Is this half point? More or less half point, yes. Okay. あと半分だそうです。頑張れ、頑張れ。コイウェ、ノトファグス、ドンベイ、アロカリア、アロカリア、アロカナ。だから、クヌギ、コノラリンっていうのがあるみたいに、だから、ドンベイ、チリマズリンですね。コンゴリン。すごい大きいです。南極ブナのドンベイという種類の大きいです。大きいモンキーパズルに来ましたよ。樹齢1800年です。直径 2.1 メートル。高さは50メーター。かかったところ、ひまわり 6.3 でした。ドンベイの実がなっていたみたいですよ。森ではなかったんだけど。どこ？ミルク森ではなかったんだけど。南極ブナ大丈夫？このちっちゃいのが。どこどこどこ？あ、いた。結構みんなこれまだちっちゃいよ。南極ブナは外国でなかったんだけど。これ上陸の南極ブナのドンベイの実です。